皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。お休み明けの実況シリーズ始めます。またせ決まってすまんな。タイトルはネセス。ネセッセじゃなくてネセスな。公式がそう言ってるから何と言われてもネセス。ジャンルはクラフトあり冒険あり、そして開拓ありの 2D サンドボックス。2019年の早期アクセス開始から高い評価を得ている作品です。実はお休み明けは9月リリースの新作を実況する予定だったんだけど、予定していた作品が全部リリース延期になるとはな。完全に見込みが外れちゃいましたね。そんでお休み期間中に遊んでおもろだったこのゲームで実況やることにしたの。実はパブリッシャーのフーデッドホース様よりかなり前にキーをいただいていたのですが、当時は別の実況やってたので実況の機会を逃していたんですよね。本作8月にグラフィック関連の大型アップデートがリリースされたこともありますし、いい機会なので遊んでみることにしました。毎度サンクスな。それでは始めましょう。ってことでまずはご主人様の降臨な猫耳チックな髪型が我ながらキュート。ではプレイ開始。まずはいつものようにチュートリアルに沿って進めていきましょう。まずは木を切るところから。クラフトの基本やな。初期装備として機能の時の剣を持っていますので、機能のを使って伐採していきましょう。木で木を切るってのも味やな。伐採した丸太を使って最初のクラフト、丸太と苗木を材料に松明を作ります。明かり大事よな。松明は必要な場面が多いので数を確保しておきたいですね。次はその辺を徘徊している長老に話しかけます。ジジイオスオス。終わったら報酬をくれてやる。なんやジジイ、やぶから棒にボケてんのか。こちらの長老ことジジイはクエスト要員、右も左もわからぬ我々を導くためのありがたいクエストを発注してくれます。さらにジジイ、クラフトや開拓のイロハを教えてくれるマッコとありがたきジジイ。要はヘルプ代わりに使えってことなのな。長老の言うことにはまずは開拓しろとのことです。もっと具体的に言ってくれやつ、使えねえのな。では開拓の準備を進めましょう。必要な道具をクラフトするためにはまず細工台が必要です。都合よくこんなとこに細工台が落ちとるがな。ちなみにこちら長老ハウス、丸太8本を材料に木のツルハシをクラフトしましょう。で次はツルハシ片手に鉱石の採掘としゃれ込みます。採掘言うたら地下やがな。ちょうどこんなとこに地下への入り口が落ちてるのよ。じゃあレッツゴー。真っ暗。地下は当然暗闇の世界。先ほどクラフトしておいた松明を設置して周囲を照らすのです。お、明るくなった。まずは鉱石、銅と鉄が欲しいですね。とは言ってもまずは周囲を明るくしておかんとな。はしごから少し離れた場所で鉱石を発見。この色は銅鉱石のようですね。ええやん、早速ツルハシでデストローイ。この調子で当面のクラフトに必要な鉱石を集めていきましょう。しかし地下広いな。これ地上と同じくらい広いのでは。お、なんだおめえやんの角こ中だよおめえ、すっつごらー。地下といえばモンスターがお約束、襲ってきたのはゾンビのようですね。ノックスで鍛えた大ゾンビ戦闘術を食らいな。オーケー、しかしモンスがおんならオチオチ落ち着いて採掘もできねえのよ。敵は暗闇でスポーンするそうですので、松明で明るい場所を増やすことで湧き潰しができるそうです。マイクラ的なあれな。だから松明がたくさん必要になるんやなって。また地下にはチェストや宝箱もそこかしこに落ちています。取引に使うコインや貴重なアイテムをそこからゲットできます。見つけたそばからぶっ壊して根こそぎいただいていかんとな。さらに探索を進めて鉄鉱石も発見。いいね。でも採掘できる鉱石はちょっぴりなのな。いろいろとクラフトするにはとても足りませんね。ある程度鉱石を採掘できるまで地下の探索を進めましょう。せやな。さらに進んだ先では金鉱石も発見。いいじゃない。とりあえず銅、鉄、金と基本的な鉱石は賄えそうですね。他にもなんかあるんか。そりゃまあここはファンタジーな世界ですし、魔法とかなんとかパトローナム的なサムシングもあるんじゃないですか、知らんけど。もちっと真面目に解説してくれてもええんやで。しかしモンス多いな。全員弱っちいからいいけど、切っても暗闇から小道はしてきやがんのよ。明るくしてはきつぶしできる言うても限度ってもんがあるで。ちなみにメタルの帝王オジーオズボーンの名曲ショットインザダークの放題は暗闇にドッキリ。これマメな。知らんがな。お、なんかお家みたいなスポット発見。金だ100パー全部いただいてくのよ。こうしてゾンビさんたちが真面目にコツコツ貯めたお金は悪い冒険者に強奪されましたとさ。しかし腹減ったな。そうですね。本作ライフだけでなく空腹の概念もありますから、そろそろお腹に何か入れておかないとまずいですね。鉱石もそこそこゲットできましたし、一度地上に戻りましょうか。せやな。飯、あ、こんなとこにパンが落ちてるじゃん。なんてもったいない、だから食べちゃう。大事なことなので2回言いますけど、こちら長老ハウス。ジジイの物はご主人様の物、ご主人様の物はご主人様の物。うまし、けど落ちてたパンはたったの10個。しけてんな。育ち盛りの食欲はこれぽっちじゃ満たされねえのよ。そうですね、食料の調達も考えねばなりませんね。その辺に牛さんや羊さんをキルエムオールすればお肉は手に入ります。じゃあそれで。ただ牛さん羊さんはやってしまうとリスポーンしないんですよね。いずれ牧畜で繁殖をしたいならしばらく手を出すのは控えるべきでしょうね。じゃあ土源して飯確保すればいいのん。
お肉ってのは牛や羊だけじゃないんですよ奥さん。カモさん発見、かわいい。カモ肉ゲット、いいね。ゲットしたカモ肉は調理して食べましょう。こんなとこに焚き火と炙り台が落ちてるのよ。燃料の丸太とカモ肉をぶち込めばカモ肉ソテーの出来上がりです。最初のお料理がカモ肉体式たけーな。おい、ウサギさん発見、あらかわいい。すまんな。当面はカモやウサギさんで上をしのぐのが良いでしょうね。早く痛いけな。カモさんウサギさんを口にせんでも栄養にならんとな。農業や牧畜を早いところ立ち上げたいですね。つうかその前に必要なのはやさやでやさ。今はその辺に落ちてたジジイハウス曲がりしてっけど、やっぱ自分の城が欲しいのよ。曲がりというか勝手に使ってるだけなんですけどね。まっことジジイさんの懐の広さは有明海並みにビッグやで。それって広いんですかね。では自宅の建設に着手しましょうかね。まずはそのために必要な健康で文化的な最低限の設備を用意しましょう。まずはクラフトの基本となる細工台ですね。材料は丸太10本。別にジジイの細工台使ってもええんやけどな。お次は鉱石をインゴットに加工するための炉。材料は石が20個。とりあえずは地べたに設置していくのよ。燃料の丸太と鉱石をぶち込んで早速インゴットの生産を始めましょう。鋳造には少し時間がかかりますので、その間は木の伐採を進めて丸太を確保しておきましょうね。わかった。そろそろインベントリが溢れそうですので、チェスト代わりの宝箱を設置して使わない物をぶち込んでおきましょう。これ地下で見つけたのをそのままパクってきたやつな。物の整理をしている間に辺りは真っ暗。ここでも松明を設置して周囲の明かりを確保しておきましょう。明るくしないとどうなる。知らんのか。ゾンビが湧き出る。暗闇にドッキリ、ナイトオブザリビングでこのように夜になると暗闇からモンスターが現れます。集落は常に明かりを確保しておきましょう。ちょっち疲れたな。そろそろ寝るか。そうですね。疲労の概念はないようですが、一度休んでライフを回復しておきましょう。都合よくこんなとこに野生のベッド発見。ベッドは死んだ時や地下から帰還する際のリスポーンポイントに指定できます。あと3度目ですけど、こちら長老ハウスです。インゴットも確保したので、さらに設備の設置。細工台で丸太重、鉄インゴット5を材料に大工作業台をクラフト。同じく細工台で鉄インゴット6を材料に金床をクラフトして設置します。とりあえずお家の建設に必要な設備はこんなところですかね。ええやん。次は金床でハサミをクラフト。材料は鉄インゴット10に丸太が1。採掘できる鉱石の量に比べて材料費が重すぎるんを。ハサミを装備すれば羊さんをやることなく羊毛をゲットできます。ふかふかもふもふやな。では材料も集まったので、お家の建設開始。まずは細工台で建材のクラフト。木の床、木の柱、木の扉を作りましょう。ええで。建設開始。まずは木の柱を立ててお家の外枠を決めます。場所は長老ハウスの正面な。枯れ木も山のにぎわいっちゅうこっちゃ。外枠ができたら木の床を室内に張っていきましょう。いずれは大理石の豪邸建ててやんよ。入り口に木の扉を設置して側が完成。狭いながらも楽しい我が家やな。そして大工作業台でベッドをクラフト。材料は丸太10に羊毛が10。これをお家に設置すれば健康で文化的な最低限の住居が完成です。いいじゃない。マスターのお家は完成しましたが、ここをただの拠点ではなく集落とするにはあとひと手間が必要です。そのためのアイテムがこちら。こんなとこに野生の開拓機を発見、ゲットだぜ。開拓機を建てることで集落の立ち上げが完了です。めいめい、ご主人様村。まんまやん。まあこれでこの集落に商人や職人、様々なスキルを持つ人々が訪れるようになります。彼らと取引して必要な物を手に入れたり、あるいは村人としてリクルートして集落を大きくするなり、ここからが村のスタートというわけです。今はまだジジイとご主人様のお家があるだけ。これから畑作ったり牧場作ったりして、もっともっと大きくしていきたいのよ。そのためにもたくさん村人集めんとな。来たれ村人。といったところでチュートリアルが終了。初回はこんなところですね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。